女性用風俗東京秘密基地の現役セラピスト大成さん25歳が登場。趣味の一面があります。体感覚えるっていうのを意識してやってるんですけど、柔らかいです。えらい食いつきやな。女性用風俗のお店から代表で来てるんですけど、大成さんでしたっけ。まあ、そのメモメモやね。そう、示すの頑張りたい。めっちゃ音あわねえ、待って唇ハムハム。ねえ、待って唇ハムハム型です。何がたって唇ハムハム。キスし慣れてる。気づいてる。何触ったか。でも、ちょっと波に飲み込まれた感じ。ハムのスケジュール空いてますか。すごい引き込まれました。シフト、シフト、一番早く。多分一番高い。慣れてる、あれは。さあ、セカンドステージご覧いただきましたけれども、ちょっと波乱と言いますか。先生、股間を触るのはいいんですか。何ですかあれ。いや、だからもしかしたら、あの女性の方何も言ってなかったんで、触ってないのかもしれないけど、ね。でも気づいても、いやいや、ご覧になりました、ね。ここの、そんな霊心霊番組じゃないねんから。中指の、中指が戻って動いてらしたんですよ。はい、でもあれ、はい、動いて、なんか動いて、うん、え、あ、当たってるんですよ。何あるよ。え、でもあれ嫌やろ、でも自分に置き換えて。でもキスするぐらいの相手だったら全然いい。あ、キスするぐらいの相手だったら別に、トワさんは全然いい。でも最初のキスですよ。なかなか男としては勇気いるやん。これ触らせた時に、いや、え、そんなんじゃないねんけどって言われてどうしようとか。だってもうキスしてる。キスだよ、キスしてんのによ。キスしても、だってちょっとこうなんか手回してきてたら、もうそれはもういける、はい、もういかな。いかな。すごい背中押してくれる、うん。あ、じゃあもう二人はキスの段階でもうそれを許したってことはもう最後まで OK ですってことなんですね。うん、どこか分かんない。めんどくさいな。絶対いけるやろ。でも3番のハムハム型は、はい、これはちょっとプロすぎるんですよ。あれハムハム型っていう。あれ唇の上唇をハム、うん、ハム、下唇ハムハムってやるでしょ。うん、彼氏にはならないかもっていう。ああ、うん、遊びでってことか、うん。なんか相当女慣れしてるなって思っちゃうんで。うん、やっぱキスって分かるんですね、そういうのね。分かるな、うん。え、でも1番の方はじゃあ慣れてへん感じ出しましたけど、うん、マジ慣れてへんですね。うんうんうん。でも慣れてないのになんかこう頑張って自分から舌出してる姿にキュンキュンしちゃった。はいはい、あ、可愛いなと思いました。可愛いと思った。でもよく考えたら、うん、1番はマジ、うん、まだ真っ白のキャンパスなの、はいはい、自分色に染められるってことですか。彼女はいない、なかったっ、ね、だけど、うん、どうなんでしょう、なんか彼氏になるってなると1番がいいです。うーん、え、ちょっとなんか、うん、大人のお遊びみたいなのは3番がいいですね、はい、多分成瀬さんお店行きはりますよね。え、行かないですよ。絶対行かないです。これは行くすぐにネットで確認するでしょう。本当に本名っていうか、あの名前でやられてるんですか。私だけじゃないかもしれない。多分そうですか。え、二人で話してたん、あの東京秘密基地に行ってみたいなみたいな。私が言ったんですよ。なんか、はい、こうやっぱもう彼氏もずっといなくて、うん、そういうこともなくて、なくて、なんかちょっともう、うん、アクション起こさないとって思って調べたのが、はい、そこだったんですよ。出てきたんや。家かホテルに呼べるのかってなって、こうやってめっちゃ調べて、はい、そしたらなんかナンバーワンとかナンバーツーの人のなんかボイスみたいなのがあって、ボイス聞きながら寝ます。うわ、ようそこで踏みとどまりましたね。いや、やっぱちょっとお呼びするにはちょっと緊張、うん、でもなんかちょっと今日、うん、これでもう一歩踏み出すかもしれないってことですか。すごいね、お二人は今の時点ではこの方っていう方いらっしゃいます、うん、私でもなんだかんだ一番かな。あ、そう、それは今この中戸田さんはお顔を見てますけど、うん、それでもやっぱそれでもモテそうな二人いましたけども、あのね、うん、嫌な部分がなかった、うん、この人のこれ気になるなっていうのがなかったです。あ、じゃあ戸田さんってそんなに見た目とかは重視しないってことですか。ヒゲする割には世の中がイケメンとしてこう歌う人ってなんかちょっと気持ち悪いんですよ、はいはい、おー、じゃあ一番の方と一番キスしたいってことですね。なんだこれって。結局男前やねんで、それって。え、キスするのはどれ。3回これもうそやんけ。全然言うてることと違うよな。